はいどうもリーベです。パズドラを本当に久しぶりにやっていこうと思うんですが、画面をご覧の通り、ランクガチャがまた戻ったというか5台リセット6台リセットがあったみたいなんで、また引いていくんですが、本当に最近ログインしてなくて、ログインすらっていう感じですね。たまにしてたんですけど、ログインすら微妙な感じで、で毎日の記念ダンジョンぐらいしかやってなくて、で石だけバカバカ増えてって今420個とかあるんですけど、まあとりあえずランク800メモリアルガチャとかも出てきたんで、まあそれをやろうと思います。なんで今回はガチャ5連ですね。150、250、500、700、800のガチャを引いていきたいと思います。それでは行きましょう。さあまずランク150メモリアルガチャいきたいと思います。回す、ラインナップ特に見てないんで何が出るかお楽しみって感じなんですけど、はい、金なんですか。あーヨミさんね、何体目だっていう感じなんですけど、はい、ランク150はヨミでした。パズドラの動画毎回短くなってしまうんですけどね、もう多分5分6分ぐらいで終わっちゃうと思います。はい、それでは2回目というかランク250ガチャいきます。さあ来い、何が出る。金、これは持ってない気がするけど、あ、不動明王か。持ってないですね。これ当たりだわ。持ってないイコール当たりというもう考えで今いるんで、もう最近の環境も全く分かんないんで何が強いとか特に見てないんであれなんですけど、不動明王ランク250で出ました。さあそしてランク500ガチャいきましょう。超強力なモンスター、さあ誰が来るかな。そろそろこの辺から虹がね出てきてほしいんですけど、はい来た、誰だ。なんだ名前忘れた。あれです。そう、ロビンフッドね。はいはいはい、強いか弱いかよく分かってないけど、まあもあ2体目でしたね2体目でした。まあまあまあいいでしょう。さあそしてランク700もう終盤ですやばいな、収録まだ3分40秒とかなんですけど、ランク700ガチャいきましょう。はい、回す。さあここもねもちろん虹で来てほしいんですけど、さあどうだ。おでんさん、赤おでんさんも2体目かな。2体、これ3体かもしれないですけど進化とかしてるんで、赤おでんか。まあまあまあいいでしょう。まあ持ってるんですけど昔から強いモンスターですよね。でランク800ガチャとか700と800って最近ってか新しいやつなのかな。なんで800が一番いいやつが出て当然だとは思うんですけど、いきましょうか。ランク800ガチャ回す。さあ来い、締めオチとしていいモンスターをください。誰ですか。全然わかんないけどなんか良さそう、動いてる。あ、これなかなかいいやつやね、無効貫通。あんま分かってないんですけどね、ラインナップとか見れるのかな、ちょっと見てみようか。はい、結局調べたんですけどランク800ガチャは星7フェス源が確定排出なので、ほとんどっていうかこれみんな動くやつってことか。で、その中でも、この竜闘士っていうのかな？竜闘士シリーズも対象。竜闘士シリーズが出れば文句なしの当たりと考えていいでしょう。これはじゃあ当たりですね。いやー、よかった。はい、そんなわけで戻りましょう。今回は、こんな感じで終わろうと思います。それではまた次回のパズドラいつやるかわかんないんですけど、ダンジョンとかやっていきたいけど、はい、それではお疲れ様でした。さよなら。